ピソード並べて、はい、これは先日入ったばかり の60年代 のシリーズの、ね、うん、この J45、 これはあの吉田拓郎とかなんか聞いたりしてるでしょ、ね、このマークがついてかっこいいでしょ、このこれ、ね、ロゴね、うん、そうかそうかそうか、そういうことですね、でアジャスタブルね、はい、これね、うん、ザ・ギブソンですねこのギター、そうですね、音いいよすごいね、うん、あの力強いんだけど弾き方によってはすごい綺麗な音というかな、うん、サステインも、そうですね、うん、はい、長い ね、うん、このギターしか音その音出ないね、これは、はい、だからやっぱ構造というか作りがいいんだね、そうですね、うん、もうこれはもう探したらね、その60年代のものもあるかもしれないけど、うん、値段もすごいだし、うん、個体差もやっぱりすごいから、ね、今のやっぱりギブソンとてもいいと思います、うん、僕は、はい、安い値段でこの音がね、はい、はい、いいですよ、うん、低音も出るね、低音出るし、そのギブソンの特有の低音ですね、これは、いいですね、で今日はまあこの新しく入ったこの 1960s J45 は初めてだけど、うん、このエピフォンのテクさんと、うん、USA のとこの J45 フェイデッド、これは以前もあの動画撮ってるけど、はいはいはい、せっかく同じ箱だから、うん、ちょっと引き比べしたらどうかなと思って、うん、はい、では行きます、はい、ここは J45 Faded という最近出たシリーズですね。で、この違いは、まあ、一番大きいのはやっぱりこのアジャスタブルか、普通 のサドルのあれと、あとはこれは塗装がね、普通の塗装で、こっちがちょっとこの、なんていうか、仕上げ紙の、マット。マット塗装。あとはここには、バーグスの、マイクがついてますね。ああ、そうだね、はいはい、これはマイクなし、うん、はい、ありがたいついてるね、うんうん、でじゃあさっきの、はい、じゃあさっきのもう一回覚えてるかな、はい、こっちのがね、いわゆるなんていうの、古いギターのいい音みたいな。ああ、そうだね。ちょっと明るいかな、これに比べたら。うんうん、で、はい、こっちはもっと艶やかな、なんていうかな、音というか、現代的な感じです、うん。これ60年代の。そうですね。本当はこっちの方が現代的なものかもしれないか分かんない。なりは確かにちょっとヴィンテージっぽい。ヴィンテージっぽいね、はい。これ60年代の、格好だけど、うん、まあ新しい作りで、うん、はいはい、どっちもとてもいい音だけど、はい、こっちが枯れた音で、こっちがちょっと艶っぽい音というか、はい、そうですね、はい、どっちも魅力的な、はい、ギブソンの。でもう一本は、うん、
はい、はい、いきます。これはではこれはあのテクさんですね。あの同じ箱ですね、うん、同じ箱だけど、うん、あのスケールが長いここは少し、ね、はい、うん、だからあの針がちょっと違う感じで音の出方があの違うと思います。ちょっといい意味でボソッとした、うん、まあそっちのねこれ弦がちょっと古いから本当あのでも結構音圧が音圧はすごい、うん、音量は多分ちょっと違う、まあちょっと弾いて、あとギターにってあの大切な低域がすごい、うんうん、じゃあもう一回さっきのでお願いします。よし、いいですね、これね、はい、やっぱり中低域がすごい出るギターで弾いてて、うん、安心感があるというか、そうですね、うん、弾くのもそういう気分になるよね。色っぽい音がする、うん、これあの勝手にあの自分で自分の解釈だけど、ここはやっぱり本数はちょっと少ないかな、去年かな出て、あの50年ぶりにこれをアメリカ産でこのあのもともとねエピフォンが別だったですね、うん、であのギブソンにあの買収されて60年代は同じところで同じように作ったけど、うん、70年代ぐらいから日本に作ったり、うんうんうん、あの韓国に作ったり中国に作ったりとかいろいろあって、あでそれであの去年か一昨年もう一回これをアメリカで、うん、USA であのエピフォンのこのテクサンだけをもう一回作り出したから、うん、なんかちょっと特別感があるんだね、あの私は勝手に感じてます、うん、なんかちょっと上のグレードかなっていう感じがするけど、うん、ちょっと、うんうん、作る方もねちょっとそういう思い入れのある感じで、うんうん、で本当にあの僕も2本ほどあのヴィンテージのあのテクスト持ったことある、うん、最初日本に来た時に持ってて、うん、ちょっと困った時に手放してしまってそれがすっごい良かったけどであとはあのもう一個あのリベンジでもう一回買ってみるんででやっぱりあのなんていうかな、まあ、さっきの話もあったけどその古いのはやっぱり難しい、あの個体差もすごいだしちょっとしたことでね慣れなくなったりしあのセッティングのことで、このやっぱり新しいあのテクソンが非常にあのいいと私は思ってます。ね、うん、あのヴィンテージとなんかそういった音も出るし、うん、でも気軽に使える、そうですね、はい、外にもね安心して出してつ、でこれもバックスも最初から入ってますね、はい、ピックアップが。でまたちょっとかっこいいけどこのヘッドが あの古いスタイルのヘッド、これがねあのだいたいギブソンになってからこのグニュッとなってからあのちょっとケースに入らない、はいはい、普通のケースに入らない長さのヘッドがあって、はい、でこれがそのあのニューヨークからあの変わった頃の一番最初の、まあ、古い感じのヘッド、うんうん、からあのかっこいい、ね、すごいかっこいいな、ね、いや私はすごいかっこいいなと思う、うん、オールドロゴだし、ね、あとこの指板のマークとかもねやっぱり普通にない、うん、あの、うん、エプフォンのマークもはいピックアウトにもあるし、はい、このペグもねなんか、うん、そうそうそう、もう最初からそういう感じでクルーソンというか、うん、これも同じですね、あのやっぱり60年代のあれだから、はい、やっぱあのあそうですね、このイメージがあるけど、はい、でもどんな音楽でもさっきやって分かったけど、うん、対応できるね、まあさすがにこういうのを使ってあのビートルズいっぱい曲作ったりしてたね、うん、そうね、はい、綺麗ですね、うん、いいですね。本
当はこの動画のメインはこれだ。そうだったけど。これ前もあったから。だけど、あの、まあ、3本、せっかく3本あるから。あの、それぞれやっぱり、あの、特徴がありますね。ね、違うね、はい、音と。うん。あの、さっき話したように、その、フェイデッドはちょっとヴィンテージっぽい音がします。うん、これがちょっと、どっしゃりした感じの。そうね、あの一応ヴィンテージテイストも持ちながら、うん、すごい艶やかな音というかな、うん、そうでこれちょっとスケールが長いのかやっぱりゆったりした音がするね、うんうん、でも高音もよくあの低音もそうだけど高音もよくね上に行った時によく出たり、うんそうね、それも多分スケールのみんなはあの値段はねみんな似たようなものはフェイデッドは一番安くてあの、うん、こっちが真ん中でこっちが上でっていう感じだけどあのまあ大体同じようなものだからよかったあのこの J45 を検討されてる方はねこれを見てどれもね、ね、そうですね魅力的な3本買ったらいいですよね、はい、ニーズに合わせて使い分けるその日にあの気分によってそうそうそうはい、はい、っていうそう色もそれぞれサンバースとナチュラルレッドワインレッド、はい、この色好きだ、ねはい、これが60年 60s J45 そっちがフェイデと J45 フェイデとっていう新しいシリーズこっちはあのエピフォンテクサン USA モデルですね、はい、この3本がご検討ください、ね、スコットの店には3本揃ってますそうですね、はい、早くねあのどっかにあのお嫁に行ったらいいですいやいいな